本日はこちらメインウィズザポットの、スペシャルエディションクリーバーと買ったので開封レビューしていきたいと思います。僕こちら2021年の4月16日まあ、中旬ぐらいのリストックで購入しました。でその時、まあこの本体が$90、そしてシースがまあ大体$30、合計$120 で送料込みで日本円で大体1万6000円ぐらいの引き落としでした。まあ、それレートによって変わってくるので、まあ、大体それくらいの相場に今なってるな、それくらいで購入できる状態になってますね。はい、この動画を見てくださっている方は、まあ、同じ人多いのかもしれないんですけど、ここの Man with the Pot っていう、まあ、もともとは YouTube なのかどう、インスタなのかちょっとわからないですけど、僕はインスタで知ったんですけれども、インスタの上げてる、まあ、自然の中でやってる料理動画すごく、まあ、大ファンで、でもう見てるとやっぱりすごく、まあ、包丁欲しくなって買っちゃいました。で、まあ、これから、まあ、考えている人もいると思うんで、僕今、パッと思いつく限りのことを話そうと思うんで、見ていっていてください。ちょっと箱を開けていきたいと思います。はい。まあ、届いた状態はこういう、まあ、長方形の箱で入ってますね。私はこういう状況。トップカードかな。ちょっとこれがつって、よっ。こんな状態で届きます。で、今パッと箱から出してみて思うのは、もっとこの絵の色味って結構動画で見るとかなりいい色味になってたりするやつが多くて、もめちゃくちゃ薄い、最初初期状態多分薄いんだろうなと思ったんですけど、結構箱出しの状態で、ちょっと光で分かりづらいかもしれないですけど、もうなんかオピネルの真っ白な感じとかではなくて、もう結構色は、濃いめの色がついてて、結構いい感じの状態ですね。うん。はい。じゃあこれ、箱出ししてみました。手に持って、まず最初に思うのは、イメージしてたより大きいですね。うん、やっぱ動画で見てるときは外国の人の手元に収まってるので、結構もう自分のイメージしてたやつよりは一回り 0.5 回りから一回りぐらいちょっと大きいものが届いたなっていうのが手に持ってみた時の印象です。で、まあ、ちなみにこれ今僕が持ってるペティナイフと比べてみると、柄の部分はほとんど長さ変わらないですけど、まあ、いわゆる一般的な果物ナイフのサイズなんですが、まあ、かなり大きめですね、ペティと比べても。まあ、こういう三徳包丁っていうんですかね。三徳包丁の絵はちょっとコンパクトで、まあ、刃渡りちょっと大きかったり、あとまあ幅がある分かなり大きく見えますね。だから切る場所面積っていうと、まあ、普通の三徳包丁でちょっと長いくらいのものになるんですかね。うん、こんな感じです。で、あと、僕手ちっちゃいからなんですけど、絵も結構太いなっていう印象ですね。ぐっとこう、手が回りきらないなっていう感じします。で、切れ方は、あ、まだ物は切ってないですけど、こう爪当ててみる感じだと、結構初期状態で、刃ついてるなっていう印象ですね。で、こっちがシースです。まあ、このタイプの包丁に入るシースなんて多分ないと思うんで、まあ、基本的にまあ持ち運び考える人は、まあ、このシースも買っておいた方がいいとは思います。よっ。わあ、ちょっと怖いですね、やっぱね。このシースのボタンのところがキュンガチキュンキュンですね、うん、結構止めづらいです。ここをグッと引っ張りながらじゃないとなかなかボタンが止まらないです。これシースが30度ですね。よいしょ。まあ、基本まあもう送料かかるんでセットで買っちゃった方がいいとは思います。で、箱出しの状況だと今ちょっと見えるか分かんないですけど、ちょっとまあ貼ってあったビニールの汚れ、ちょっと油みたいなの貼ってあるんで、これは一回洗ってから使ってみましょう。うん。
だいたい葉の厚さはこんな感じ。1、2ミリってとこですかね。うん。先端はこうです。フルタングルなんで、まあ、先っちょ、柄の先まで金属部分が見えますね。ここでなんかナッツとか砕いてる動画がなんかあったような気がします、うん、はい、じゃあちょっと洗って何か切ってみましょう。はい、水で一洗いしてみました。なんとなくですけど光沢が増したような感じがしますね。で、僕これ買った時に載ってた商品名は、ウィズダーポット、スペシャルエディションクリーバーっていう名前だったんですけど、まあ、スペシャルエディションクリーバーっていう名前のやつで、まあ、ここに何も模様がないタイプのやつが届きましたね。動画、メンウィズダーポットのアカウントの動画を見てると、ここになんかこう、ちょっとこう、まあ、細かい模様があしらわれたタイプのやつを使っているのがちょいちょい出てくるんですけど、あれは何なんでしょうね。オリジナルなのかわからないですけど、まあ普通にオンラインで買えた、選べたのはこれだけなんですけど、もうそういったものなら普通のこういう何も模様がないタイプが来ました。でちょっとなんか切ってみます。はい。じゃあちょっと試し切りをしていきたいと思うんですけども、やっぱり切るものっていうのはまあ野菜ですよね。まあ、今回玉ねぎ切っていきます。ニンニクやりたいなと思ったんですけど、ちょっと丸のニンニクすぐ手に入らなかったので、まあ手に入りやすい玉ねぎでやっていこうと思います。あんな動画みたいな、あれは多分音だいぶこだわって収録してるんで、なかなかあんな音出ないと思うんですけども、ちょっとやってみますね。おお。動画みたいになかなかうまくはいかないですね。悪い玉ねぎでしたね。さあ、動画みたいなあんないい音が出てるかちょっとわからないですけど、今とりあえず頭とお尻落として半分に割っただけの感覚だと、まあ、かなり歯の入りはいいですね。箱出しでかなり切れるなっていう印象です。なんか全然生クラでダメだなっていう感じじゃないですね。ちょっとまあ細かく刻むのしてやってみます。はい、じゃあちょっとお味噌汁作るように薄めにスライスしていきたいと思います。ちょっと明るすぎるか。あ、これくらいがいいですね。ああ。まあ、包丁は全然。ストレスなく入るなって感じです。押してみましょう。うん。ほう。ちょっとこう歯に丸みがあるんで、こう押した後にちょっとクッていう動きが必要だったりするのかなって、ちょっと意外とこうストンと落とす、まあ押しながら落とすだけで。ちょっとこういう動きがいるかなと思ってたんですけど、意外となく、なしでも切断できますね。あ、やっぱちょっとこういう細かいところになってくると、ちょっと今切り切れてないんで、こういう動きが必要なんですね。うん、もうちょっとやってみます。で、何よりやっぱちょっとこう、うん、歯渡りが、歯の幅が広いんで、ここの土が本当に楽ですわ。よいしょ。
か使い方に慣れないとこういう先端部分がこう残ったり、ここですね。ここで歯に丸みがある分、ちょっとこういう動きを覚えないと多分使いこなすのちょっと難しいですね。ヤミの引き切りでやってみましょう。あ、この切り方が向いてる。今動画みたいに、動画でよくこういう切り方してるんですけど、こういう引き、こういうタイプ、引くタイプの違う。そうしたらかなりやっぱり扱いやすかったので、ちょっとこういう切り方が向いてる包丁なのかもしれないですね。何せよ普通の日本の包丁とは違って扱い方に癖があるなっていうのは感じます。で、まあ今切ってみた感じだと、まあ、少しちょっとやはり普段使ってる包丁との違いで言うとかなり、まあ、使用感の違いが出るなっていう印象がありますね。で、やっぱりこれ形から分かる通り、まあ、切る、叩く、まあ、こうやって潰すができる、中華包丁の、まあ、西洋版みたいな感じのなるのかなっていうのを使ってて思います。全体的に結構重たいです。重心、持ち手がのこの辺に対して、長さに対してこれだけ刃があるので、重心かなりこの辺にある感じで、ちょっと使ってて、慣れないと手を切ってしまいそうな、ちょっと危うさを感じますね。こう重さでちょっとこうイメージしたところよりは行き過ぎるっていうような感じがするので、ちょっと最初のうちは怪我とかは多分すごくしやすいで、切れ味もかなり良くて、この R かかってる、曲線かかってるところとかで切っちゃうとかなり深く切れると思うので、そこの辺の扱いはすごい注意が必要だと思います。で、この柄のところは今ちょっと濡らしたら水吸ってる感じがあるので、ここはおそらくオイルとかを塗って、いい感じの色味に仕上げていくっていうのはできるタイプかなと思う。なんか変にこう塗料が塗ってあって水弾くっていう感じではないですね。で、まあ、今思いつく限り喋ってみたんですけれども、まあ、動画見てる方で、まあ、ここはどうなんだとか、こういうところを教えてほしいみたいなのがあったらコメントにいただければ随時また、まあ、動画でが必要で、コメントであればコメントで、動画の必要があればまたそういう部分をフィーチャーした動画上げて、まあ、ちょっとこうせっかく買ったので人柱になっていきたいと思いますので、まあ、気になるポイントあればコメント欄にてコンタクトしてください。で、あと、もし、この動画いいなと思ってくれましたら、グッドボタン、そして、チャンネル登録もしていただけると大変嬉しいです。自分が気になったギアを買って、どんどんレビューっていうのを出していきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。では、今日はこの辺で、ありがとうございます。